潮の群れ協会吉川直美です。今日は4月19日列王記第一8章の41節から53節まで、私たちに与えられた使命、世のための祝福の通り下と題したところから御声を聞いてまいりましょう。列王記第一、8章、41節から53節。また、あなたの民、イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆のゆえに、遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる皆と力強い御手と述べられた腕について聞きますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの見住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすれば、この地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれた町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって主に祈るなら、天で彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠い、あるいは近い敵国に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で、自ら反省して悔い改め、囚われていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました。悪を行って、咎があるものとなりましたと言って、囚われていった敵国で心を尽くし、精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて、あなたに祈るなら、あなたの見住まいのところである天で、彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが、憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。彼らは、あなたの民であり、あなたがエジプトから、すなわち、鉄の炉の中から連れ出された、あなたご自身のものであるからです。どうか、あなたのしもべの願いと、あなたの民イスラエルの願いとに、御目を開き、彼らがあなたに叫び求めるとき、いつも彼らの願いを聞き入れてください。あなたが彼らを地上のすべての国々の民から区別して、ご自身のものとされたのです。神、主よ、あなたが私たちの先祖をエジプトから連れ出されたとき、あなたのしもべモーセを通して告げられた通りです。
ソロモンはここで外国人の祈りも聞いてくださいというふうに願っています。イスラエルものでない外国人が神様の名に皆のゆえにその遠いところからやってきて、まあ、この宮で祈ったりそのような時にはどうぞその祈りを聞いてくださいというふうに祈っているんですね。異邦人への宣教というのは私たちはこう新約聖書から始まったというふうに考えがちですけれども、実は神様は旧約聖書の時からこのようにしてこう外国人への宣教をソロモンの心に起こしてくださっていたんですね。それはまあソロモンが言い出したことではなく、神様ご自身が創世記の初めからそのような思いを持ってイスラエルの人たちを選び出していたからです。あのアブラハムにもですね、彼の子孫だけでなく全ての民族が彼によって祝福を受けるというふうに約束されています。そしてあの出エジプト、ここで、述べられた腕ということが言われてますけれども、それはあの出エジプトの出来事ですよね。それを、まあ、諸国の人たちは聞いていた、まあ、歴史的に知っていた。ですからあの救いの御業を、まあ、受けたイスラエルの民のこと、そのイスラエルの民に何かすると神が黙っていないということを知っていたんですね。ですから諸国の民の中にその、イスラエルの民を恐れている人たちがいました。またこのイスラエルの民を救っただけでなく、このような祝福、このソロモンの神殿において、ソロモンの治世において成し遂げられた祝福を通しても、人々はイスラエルの民と主のその約束の確かさ、主と契約を結んで主の民となった人々が主の掟を守った時にどれほどの祝福を受けるのか、どのように守られていくのか、あるいは時にはこう神様から離れてしまったことがあったとしても、本当に憐れみ深い神様が見捨てることなくその民を救い出してくださること、愛し続けてくださるということを、それを見ている周りの人たち、外国の人たちも知って、自分たちの神とされるすること、彼らも主を信頼するようになることを期待していらしたんですね。ですからソロモンもイスラエルの民を通してこの地のすべての民が皆を知ることになるというふうに祈り求めていったんですね。しかしやがてこのイスラエルの民はその心が頑なになって、異邦人や外国人を神様の祝福から関係ないものとして締め出してしまうようになります。またここでその敵との戦いにおいても祈ってあなたの選ばれた町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって主に祈るなら彼らの願いを聞いてくださいというふうに祈っています。まあ、戦いというと私たち、まあ、戦争ということを思い浮かべてしまうので、戦争において自分に味方してくださいと祈るのってどうなんだろうとちょっと疑問に思ってしまいますけれども、あくまでもあなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、自分勝手な自分の利益のための戦いではなくて、神様の道に従って、それは暴力の戦いではないかもしれない、さまざまな戦い私たちにもありますよね。そのような戦いの時に本当に祈って神様にこう道を開いていただく必要があるのですね。そしてまた最後に出てくるのが、約束の地からイスラエルの人たちが引き抜かれて、まあ、囚われて捕囚の民となってしまった場合のことです。レビ記や申命記にはまあ、このような状況になるということがすでに予言されていました。
罪を、犯してしまうということを予想して、その時のために、祈る、許しを請うて祈るとか、そういうのは少しこう虫が良すぎるような気もしますけれども、ソロモンは罪を犯さない人間は一人もいないということを言っています。どれほど主に従おうと決心したとしても、人間にはそれができないということをよく知っていたんですね。イエス様の弟子たちでさえ、私は決してつまずきませんとか、あなたを知らないなどとは言いません、命に変えてもあなたについていきますというようなことを力強く胸を張って言いましたけれども、その言葉とは全く裏腹にイエス様を知らないと言って逃げてしまったんですね。でもイエス様はそのことをあらかじめご存知の上で、立ち直ったら主に人々に仕えていくようにとこう祈ってくださっていますよね。ですから神様はソロモンのこのような謙遜な祈り、罪を犯さない人間は一人もいないということを前提にしたこの祈りを聞いてくださったのでしょう。この祈りの通りに、確かにやがてこうイスラエルの民は捕囚に取られますよね。バビロンの捕囚に取られたダニエルという人がいますけれども、彼は捕囚に取られて1日に3度窓を開けてエルサレムの方を向いて祈ったということが出てきます。そしてその中、ダニエルの祈りの中に、私たちが罪を犯しました、あなたは正しい方ですという告白が出てくるんです。ソロモンが祈った通りに、神様が正しいお方である、私たちが罪を犯した、だから捕囚に捕らえてしまった、でもその捕囚に捕らえても祈り続ける、そのような人が起こされたのです。またペルシャのクロス王によってエルサレムに帰って神殿を建て直すようにという帰還命令が出されますよね。そのこともまさにこのソロモンが祈っていた、ユダヤ人を捕らえた、イスラエルの民を捕らえた王が彼らに荒みをかけたということの実現ではないでしょうか。そして最後にソロモンは祈りをまとめています。彼らはあなたの民であり、あなたがエジプトから、すなわち鉄の炉の中から連れ出されたあなたご自身のものであるからです。このような祈りを聞いてくださるのは、私たちの何か功績とか祈りの力ではなくて、あなたが私たちを選んでくださった、私たちはあなたの民であるから、私たちはあなたご自身のものだからである。そこにこう祈りの根拠を置いて、イスラエルの行いは確かに神様を離れてしまう、そのようなことがもう繰り返し行われてくるけれども、でもあなたがそのこの民を選んでくださった、ですからそのことに信頼して祈り求めますとソロモンは祈っているのです。これは私たちにとってもこう覚えておくべき祈りではないでしょうか。私たちがこう自分の力とか自分の信仰で、何かをできると思うのではなくて、神様が私を愛すると約束してくださった、私を守る、見捨てないとおっしゃってくださった、その約束に基づいて憐れみを注いでくださいと祈ることができる、そのことこそ何よりも私たちにとっては大きな大きな支えではないでしょうか。
ソロモンが言っているように、罪を犯すことのない人間は一人もいませんよね。どんなにこんなことで罪を犯してしまったとしても、許してくださいとか、そういうことを、祈り求めたとしても、完璧に防ぐことはできないのです。そしてまた私たち自身が、またその次の世代において、自分たちがこう祈ったことさえも忘れてしまっていたとしても、神様は真実なお方ですから、決して忘れずに私たちがかつて祈ったことを覚えていてくださる。だからこの後の世代にソロモンの祈りがあって、ダニエルやクロス王のあの帰還が実はそこにつながっていくんだと思うと、そこにこう私たちの祈りも決して無駄ではないということを思わされるんです。そしてイエス様が私たちの罪を許すために十字架にもかかってくださっておりますから、私たちはこう自分たちがビクビクしてですね、罪を犯した時にどうしたらいいんだろう、許しをどうしたらこう言ったらいいんだろうということを、もうこうそのことで苦しまずにイエス様のその十字架に立つことができる。ですから自分たちのこう悔い改めとか行いとか、そういうことではなくて、イエス様のその十字架の恵みに立って神様に憐れみを求めることができる。どんな罪でも許すことのできるそのイエス様の十字架に立って、私たちもその恵みに預かってまいりましょう。お祈りいたします。イエス様、あなたの真実に私たちはすがってまいります。私たちは決して誰一人として罪を犯さずにいられないものですけれども、何一つ罪を犯すことのなかったあなたが、すでにそのような私たちの罪を許してくださいましたから、そのあなたの十字架に立って大胆に神様の前に出て、あなたの祝福に、神様の祝福に預かりたいと願い求めます。そしてどうぞその祝福が私たちだけでなく、あなたを知らない人たちへの豊かな祝福となりますように。どうぞ私たち一人一人をあなたのしもべとして用いてくださいますようにお願いをいたします。感謝を持って主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。